で、まあ、大体どんなふうにするかというのは最初にちょっとお話をしておきます。それでここら辺はね、いわゆる計算の中心が接点にあるか要素にあるかで、だいぶ変わってくるわけなんですけど、今その接点ですね、特に委員会法の場合にはその接点の情報というのは重要になりますので、接点ベースのパーティショニングと領域分割ということを考えます。で、局所データに含まれるものはその領域に本来含まれる接点、それらの接点を含む要素、本来領域外であるがそれらの要素に含まれる接点というね、前のページで説明した3つです。それで接点はですね、以下の3種類に分類しています。で、内点、外点、境界点で、英語で言うとインターナルノード、エクスターナルノード、バウンダリーノード、これは直訳したものなんですけども、で、内点というのがその領域に本来含まれる接点です。で、外点というのが本来領域外であるけれども、マトリックス生成に必要な接点ということです。で、境界点というのは内点なんですけれども、他の領域の外点になっているものということで、外点の値というのは、他の領域からもらってこなきゃいけないわけですね、本来ですね。で、この境界点の値というのは、逆に他に与える、そういうね、点ということになるわけです。で、もちろんこれだけではダメで、領域間の通信テーブル、これについては今日から明日にかけてお話があると思いますので、ここではぼやっとして話しておきますけれども、というかこのスライドの終わりの方でちょっと具体的に出てくるんですけどね、ということになります。なんで要はね、ここの部分というのが MPI をこれから使うわけですけど、 MPI をうまく利用するためのね、仕掛けということになります。それで基本的にですね、領域間の接続、つまりこの CPU の隣にこれがあるよっていう以外は、帯域的な情報は不要です。で、これやっぱりね、有限要素法の特性で、要素で閉じた計算ができるので、例えばちょっとこれはあんまり現実的じゃないかもしれませんが、この計算をするのにですね、この赤の1番の要素の情報って必要ないんですよね。ですので本当に局所的な情報で済むということになります。はい、もうちょっと複雑なというか、やや規模が大きいところで考えるとですね、これ16要素25接点あるとするとですね、まずこの接点がバランスするように考えるわけですね。で、これが内点です。で、今は25なので4で割り切れないんで、この青いところだけ7点ありますけどね。それで、これがそれぞれ4つの領域ということになるわけです。で、この緑のところがいわゆるオーバーラップしている部分で、オーバーラップしている要素の特徴というのは、このそれを構成する接点のですね、所属領域が1種類じゃないんですね。複数の領域で、こうやってシェアされているということになります。で、この前のページの、言い方に従うと、その局所データ構造というのはこんな形になるわけですね。要は自分のところの接点と、それにくっついている要素、かつそれにくっついている接点も含めて、こうやって局所データ構造を形成するということになります。なので、ややね、こうやって冗長な情報を含んでいるということになるわけです。はい、この0番というのを、取り出してみるとですね、まず自分のところの接点、内点というのがあるわけですね。で、それにくっついている要素というのがあるわけです。で、例えばこの2つの要素というのは、ですね、完全にですね、自分のところの接点だけで構成されているので問題ないんですが、他はね、情報が不完全なわけなんですね。ですので、この緑で塗ったところに関しては、この緑のところに対応するわけなんですけど、これだと接点が足りないわけですよね。ですので、この外点の情報が必要になるということになるわけです。で、これだけね、情報が揃えば、この要素、マトリックスを作って、全体マトリックスを作るっていうところまでは、もう完全にこの局所データの上でできるわけですね。はい。ですので、マトリックス生成時までは、通信は全くいらないということになります。ですから、とにかくこういうね、データコードを作ってやれば、とにかく通信はいらないというのが、重要です。なので、先ほどの絵に戻るとですね、こういうものがあったらですね、こういうデータを読み込んで計算してやれば、本当にね、通信がなしでいいということになるわけです。それで、通信とは何かということですね。で、今のこの枠組みで考えるとですね、
外点の情報を外部の領域からもらってくること、これがまあ通信なんですよね。でもちろん内積みたいな全体通信をやらなきゃいけないこともあるんですけども、隣のところとの通信っていう考え方で言えば、こうなります。で通信テーブルと称しているものの中にその情報が含まれています。で、もうちょっとね分かりやすくこの1次元の問題を考えてみましょう。で11要素12節点でこれをね、3つの領域に分けるとすると、4節点ずつにこうやって分けるわけですよね。でもともとねこの1次元問題のマトリックスってこんな格好になってるわけです。それでこれいわゆる昨日お話ししてるの忘れちゃいましたけど、三重対角行列って言ってね、対角成分のこの左と右にこうやって成分を持っているのがこうやってずっと並んでいる、これ非常に規則正しい行列なわけですね。それで接点が、バランスするように内点が4つずつになるように、こうやって、分割します。でさっきもお話ししたように内点だけで分割するとマトリックスも不完全になってしまいますので、こうやってね外点というものの情報が必要になってくるわけです。この赤で示したところですね。ちょっと若干、ずれてないよね、はい。それで、こんな形になるわけですね。ですから、こうやってねこの領域の境界の部分というのは互いに内点と境界点みたいな関係になっていて、相手の情報を持ち合うということになるわけです、はい。それで実際のデータとしてはこんな格好になるということです。ここではね、もともとの全体番号があって、もうそのままの番号をこうやって振ってるわけなんですけれども、実際はですね、並列に計算するときには、全体番号っていうのは存在しなくてですね、それぞれプロセッサー上で独立にですね、番号が振られるということになります。でやはりこれフォートランの場合ですけど、都合がいいのが接点番号が1番から始まって、N 番までっていうふうになっていればですね、1 CPU の時と全く同じプログラムは使えるので、都合がいいということになるわけです。ですから、実際ねもともとの番号はこんな番号でもですね、例えばこの内点の番号が、こうやって1から始まって、4で終わっているような計算であれば、同じプログラムは使えて、都合がいいということになります。このとにかく12ぐらいだったらいいですけどね、例えばその何億なんていう接点番号が、つくとですね、当然インテジャー4じゃ足りないとかね、そんな問題も出てくるわけですよね。で実際問題として接点番号がやっぱりそんな大きくなることは、なると すごく大変なことになるので、かつこの番号もですね、今の場合は連続しているからいいですけど、飛び飛びになってくる可能性もありますので、やはり局所的にこの番号っていうのは振られているべきなんですね。ですのでそういう意味ではこういう番号付けというのが非常にリーズナブルということになります。でね、問題ならこの外点の番号をどう振るかということなんですが、後で出てきますけど、結論から言うと外点の番号はこの内点の番号に続けて振る、5番とか6番というふうに振るというのがいいということになります。それでこれからね、この MPI による並列化というのをまず皆さん勉強していただくわけなんですけれども、基本的にはこの SPMD っていうね、シングルプログラム、あるいはシングルインストラクションって言ったりもしますけども、マルチプルデータっていう、そういうプログラミングの考え方に準拠しています。で基本的にね、各この MPI プロセスっていうか、コアであったりプロセッサーであったりするわけですけども、それは同じプログラムが動いているんですね。ですけれども、扱っているデータが違うということに、そういうね、プログラミングパラダイムというふうに考えてください。それで今の有限層の場合で言えば、大規模なデータがあって、それを分割してですね、各部分について各プロセスが計算する。で当然ね、各データが違ってもですね、やる計算は同じなわけですね。でもちろん境界条件が含まれていないような領域があったりすると、境界条件の計算はやらないわけですけれども、基本的にやってる計算は同じなわけです。ですのでプログラムは同じなんだけども、データが違う、このデータが違うというのは、その全体を分割したね、部分データを扱うから違うんだというふうに認識していただければと思います。それで、全体データと局所データ、あと今もうちょっとお話した全体番号と局所番号というね、これを使い分けるというか、
まあ、この全体というのはあまりもう考える必要ないんですけどね、まあ、この局所データとか局所番号をどう考えるかというのが、重要です。で、まあ、前のページでもお話ししましたけれども、まあ、通信はどうしても出てきてしまうので、それ以外は、ね、単体 CPU と同じというのがまあ理想なわけですね。ですので、並列のプログラムを CPU でもちゃんと動くというのが重要ですし、まあ、昨日今日とやってきた 1CPU のプログラムとまあそんなに変わらない、ね、通信以外は同じであるというのが、まあ、いろいろ処理の上では重要になってきます。で、まあ、さっきももう言っちゃいましたけどね、まあ、外点の番号はこうやってね、1から4まで振ってやったら5番6番を外点の番号として、振ってやると、まあ、いろんな処理が楽になります。まあ、これはまたおいおい、実際に計算をやりながら、あるいはプログラムを作りながら見ていただければ分かると思いますけれども、まあ、そういうふうな格好でやっていくということにします。で、まあ、実はねこれもいろいろ考え方があって、昨日もちょっとお話に出たやや悪条件の問題なんかを解くときにはですね、どうしても前処理が複雑になります。で、前処理が複雑になったときには、必ずしもこういう番号付けじゃない方が、ね、いい場合もあるんですよね。で、どうしてもですねこうやって内点から番号を振っていって外点を後に振るっていうと、まあ、やや、全体の計算から言うと不自然な番号付けになってしまうんですね。で、当然今の前処理なんかと変わりませんけれども、複雑な前処理になると計算順序が変わると、まあ、収束特性が変わるとかいうことがありますので、そういう場合にはねもうちょっと全体番号っぽくこの局所番号を振った方がいい場合もあるんですけども、まあ、ただ基本はねこうやって内点の番号を先に振って外点を後で振るっていうね、そういう考え方です。で、まあ、これはいいですね。で、まあ、今ねだいたいこのマトリックスを作るってことを考えてきたんですけれども、もう一つの重要なトピックであるこの前処理付き教育購買法ですね、これをどういうふうにするかということを考えてみましょう。で、今の場合ね前処理っていうのは対角スケーリングなんで、まあ、局所的な処理ができます。並列に、完全に並列に処理ができます。あとこのベクトルをねこうやって x イコールアルファ p とかいう計算も実はこれ並列にできるんですね。で、並列処理が必要なプロセスっていうのはこの内積を取ってるところと、まあ、行列ベクトル積、この2つがねこの並列処理が必要であろうということが予測できますし、まあ、実際そういうプロセスです。で、例えばね前処理のところとかこのねこういうベクトルの加減ですよね、そういうことをやってるところというのは、まあ、今12節点あって3つに分けていたらですね、それぞれのところでその処理をしてやればですね済むわけですね、1から n まで、でベクトルを更新してやればいいということになります。要は同じ添え字の値しか出てきてないですよね、i というところしか出てこないので、まあ、他の値は全く必要ないということなので、このプロセス自体はですね完全に並列にできます。で、問題は内積ですよね。内積というのは例えば p×q っていう計算をですねそれぞれの成分についてやるわけなんですけれども、それぞれの成分プロセスで出てくる答えは当然違うわけですよね。で、かつそれ全体を足してやらないとちゃんとした内積の値にはならないわけなんですよね。ですのでこの部分では通信というのが、必要になります。で、そこで出てくる関数が、まあ、MPI reduce とかあるいは MPI bcast とかそれを合わせた、まあ、MPI all reduce っていうねそういう関数です。ですので、これについては今日の午後から勉強することになると思いますので、まあ、こんなものが、こういうところで必要になってくるということを、一応名前をなんとなく覚えておいてください。はい、ちょっとこれは飛ばしますね。それで、あとは、行列ベクトル積ですね。で、行列ベクトル積は、まあ、基本的にこういう計算をしているわけなんですけれども、まあ、当然なんですけれども、こういうね領域の端っこの方にある点というのは非ゼロ非対角成分にこうやって外点が来ますから、その値を、が必要になるわけです。で、この外点の値というのは座標なんかと違ってどんどん変わるわけですよね。で、例えばこの q イコール ap っていう計算がこの中で出てくるわけなんですけど、 p っていうのはap イコール q をやる直前で p はこうやって更新されてるわけですよね。ですから、どんどん計算をするに従って変わっています。
ですから当然自分の CPU の上にある P というのは古い値なんですよね。ですから計算をする前にそれを計算しているところからもらってこなければいけないということになります。なのでここでね通信が出てくるということになるわけです。で行列ベクトル積もね基本的にその外点の値をちゃんともらってくればローカルに計算実施することが可能なわけなんですよね。ですけれども通信というのが必ず必要になるということになります。例えばこの0番の領域でいうとこうやってねこの濃い青のところが外点ですね。ですから実際これ5番という接線になるわけなんですけども、なので実際にこうやって解いてるっていうか使ってる行列はですね 4×4 ではなくて4行5列ですね。でベクトルもこうやって5個あるわけですね。ですけど実際に出てくる計算はこの内点の値のみということになるわけです。それで真ん中にある領域ですね、これは1234566というふうになっているので全体を割るとこうなりますけども、実際の番号付けではこんな格好になるわけですね。これはやっぱり4行で6列あるような、ねものになるわけです。で5番がこの左側で6番が右側ということになるですね。はい、2番の領域も同様です。はい、でまたこの絵が出てくるんですけれども、こうやって番号を振ってやるとですね。それで、あとはですねこの要素の番号の付け方っていうのがですねまたいろいろと考えなきゃいけないんですけども、基本的にやっぱり要素の番号もですね1番からこうやって局所的に振ります。で実はですねこの要素の番号は、割とどう振ってもいいんですけども、一応ですね内点だけ含んでいる要素をなるべく最初に振ってやって、外点を含んでいるものを後回しにするというような番号付けにここではなっています。ただこれはあまり要素の番号付けというのはそれほど全体の計算に影響しないということは、これ実際に並列化するときに大体皆さんも感じることだと思いますけれども、それほどね厳密なルールは、節点ほど厳密なルールはありません。はい、それで通信をするわけですね。で各領域においてですねこの茶色で薄茶色で囲ってあるのがいわゆる外点ですね。でこの緑で囲っているものが境界点ということで、この5番とこの1番というのは基本的に同じ点なんですよね。同じものなんですけれども、この情報を必要とするのでこの値を送ってやるというようなことになります。1次元だとねこういう形のこの、領域間通信というのが、生じるわけです。なのでこういう通信をねこの NPR を使って実現してやらなければいけないということになります。で一対一通信というね話が、これも同じようなスライドが出てくるのでここではあまりお話をしませんけれども、大きく分けてですね通信というのはグループ通信っていうですねと一対一通信というのに分かれます。でグループ通信というのは全領域の全プロセスのデータを必要とするようなさっきの内積のね時のようなものです。で一対一通信というのは本当に隣だけと通信するという場合で、有限要素法のねこの行列ベクトル積の情報をやり取りするような時っていうのは、一対一通信でやります。でそこでですねやられることというのがこの、MPI アイセンドとかアイレシーブっていうねそういう関数を使ってですねやるわけなんですけども、基本的にこの MPI で送るときはですねこの境界点の値を送るということになります。でこの普通はですねこの MPI センドとか MPI アイセンドという関数を使うんですけれども、実はこの関数にですねいくつか制約があるんですよね。でそのですね制約を満たすようなデータ構造にしてやるとか、それに変換して送らなきゃいけないということがあります。これは詳しくはおそらく明日勉強することになると思いますので、その時にねちょっとこれのところを思い出していただければと思います。これが MPI アイセンドの中身ですね。でレシーブの方は MPI レシーブとかアイレシーブという関数があるんですけれども、これは外点の値を隣から受け取るっていうですね、そういうところに相当します。なのでそこでもですねこういう関数が出てきますので、その時またちょっとこれを思い出しながら勉強をしていただければと思います。それでですねあとはですね動機を取るために、ウェイトとかウェイトオールっていう関数も出てきますので、これもね一対一通知のところでちょっと勉強していただければと思います。はい、
でこれがあの、まあ、先ほどお話したあの節点ベースのこの領域分割ということなんですけれども、まあ、こういうねあの外点の情報を含んだようなこういう、まあ、オーバーラップしたようなデータ構造を作ってやればですね、まあ、このマトリックスを作るときもあとその、ソルバーで通信をするときも、まあ、なんとかできそうだというのが、これで、お分かりになるかと思います。はい、で各領域の、ね必要なデータというのをちょっと、ここで書いております。まずあの内点と外点というのがあったわけですね。で先ほどもご紹介したように内点を最初に番号を振ってその次に外点となるように局所番号をつけるというのが、はい、重要です。あとはいわゆるこの、隣接通信テーブルと言われているものなんですけれども、まずあの隣接領域情報です。まあ、オーバーラップ要素を共有する領域、すなわちですね、まあ、要は外点 の, あの本来の、住所というんですかね。ですから今この黄色いところなわけなんですけども、この赤と青という接点が出てきますので、この赤が何番の領域で、この青が何番の領域という、そういうね、隣接領域の数とその ID というのが必要になります。それで外点情報というのはこの青と赤ですけれども、どの領域から何個のどの外点の情報をまあ受信するかで、まあ、あの MPI の関数だとこれレシーブなんですけれども、あの、プログラムの中ではあのちょっと区別するためにインポートというふうに基本的には変数名はつけていますので、まあ、あのレシーブというのがインポートということになります。で境界点の情報というのは何個のどの境界点の情報をどこに送るかですね。まあ、これもあのインポートと対比するためにエクスポートにしてありますけれども、まあ、要はねこのぐらいの情報をあのちゃんと持っていればあの、まあ、通信 MPI を使った通信というのが可能になるということです。はい、でまあ、これが例えば外点の受け取りですよね。あのこの黄色いところに対してこの青と赤というのは他の領域から0番とか3番とかから来るわけですので、まあ、外点をどうやって受け取るかという情報、これがあの、まあ、通信テーブルのこの受け取る方のインポートの方の情報です。でそれに対してあの送る方ですね、他のところでこの黄色を必要としているところがありますので、まあ、こういうねあの境界点の情報というのを相手にどうやって送るかというのもね、まあ、記述されていなければいけないということです。で当然ねあのこっちの方からは、これをこちらへ送るという、ねことが記述されているわけなんですね。ですから送った方と受け取ったところが、まあ、マッチングしてあの通信が完成するということになるわけです。まあ、これもあのまたあの明日多分お話があると思います。なんで、ですね、今はですね一応まあ割とぼんやりとあの認識していただければいいと思うんですけれども、まあ、基本的にはねこの最後のですねこの3ページぐらいですねに書いてあるところを一応ねあのよく理解した上でですねあの、まあ、MPI の、 あのお話を聞いていただくと、まあ、非常に理解が深まるのではないかというふうに思っています。それで、まあ、差分とか有限要素とかねあの、まあ、有限体積法もそうなんですけれども、あの素行列を係数行列にするようなアプリケーションについてはあの大体これと同じような考え方でですねあの、まあ、局所分散データ構造というのを、作ることができます。で基本はこの SPMD の考え方なんですね。であのまあ、内点から外点の順に局所番号付けをして、であの通信テーブル、あのこれは明日また一般化された通信テーブルというちょっと、ややかっこいい名前で紹介しますけど、まあ、この通信テーブルというものを作るということになるわけです。でこれができてしまうともう実を言うとあまりあの並列有限要素法といってもそれほど実はやることがなくてですね、まあ、あのとにかくそれをあの、まあ、読み書きして、それに従っていくつか関数をつければいいという格好になります。でとにかくこの適切なですねあのデータ構造を定められればあのとにかく並列処理というのは非常に簡単になります。で送信バッファーに境界点の値を代入してそれをあの、まあ、MPI 使って送信して受信して、で受信バッファーの値を外点の値として更新すると、まあ、これの繰り返しによってですねあの、まあ、この行列ベクトル積とかそこら辺の通信というのは簡単にできるようになります。ちょっと時間がちょうど時間ですね、はい、半になりましたけれども、まあ、これはまあ、並列有限要素法への道ということで、まあ、これからねあの MPI を勉強するにあたって少し、まあ、念頭に置いていただきたいことをお話しした次第です。またねあの
並列有限要素法をやるときにまたもうちょっと詳しい話はしますけれども、まあ、特にこの最後のさっきも言った3ページぐらいのところですね、55ページから7ページぐらいのあたりを、まあ、常にあの頭の中に入れて、MPI のお話をしたりとか、あの聞いたりとかね、あと演習をしてくれると、まあ、理解が深まるんではないかと思います。はい。